やっぱり乗り心地いいね。いや、ロンライやウラシオンで見かけてちょっと乗りたいなって思ってたんだ。まずはトリオンタワーだっけ、グランサーキットってところも楽しみかな。ん、どうしたのバン。まあまあ、知らぬ仲じゃないし、そう邪険にしないでよ。オラシオンでは敵対したけど、一応少し助けたりもしたよね。貸しを作ったままっていうのは君には落ち着かないんじゃないの。それじゃあよろしく。いやー、黒金のお小言がうるさかったし、ちょうどいい暇つぶしになったな。満足満足。君、観光ガイドとしても十分やっていけるんじゃない？心配しなくても、今の君の懸念には直接は関係していないと思う。まずは目の前のことに集中してもいいんじゃないかな。お前勘違いしないで。なんとなくわかるっていうだけだから。君が貸し借りにこだわっている理由も、何かを恐れているっていうこともね。私にもか。これは偶然、それとも必然なのかな。とりあえず俺は塞がってるから、あんたが出ちゃどうだ。あんたに戻っちゃったか。うん、でもいいよ。画面が勝手に、ハッキングって言うんだっけ。まさかオラシオンと同じパターンか。いやあ、前回のデスゲームの勝利者並びに参加者と
何の関係もない人たち。僕はメルキオル。先日壊滅したマフィア、アルマータの若頭を務めていたものさ。革命記念祭、おめでとう。いやー、カルバードの未来は明るそうだ。つきましては、アルマータからもとっておきのお祝いをさせてもらおうと思ってね。7番目の例のゲネシスだね。予感はこれか。いい感じだ。それじゃあとくとご覧あれ。我らがボスジェラールが望んだ首都、共和国を、大陸すべてを恐怖で染め上げる宴、大いなる魔王、第七の遺産によって展開するパンデモニウムかという名の夜明けを。街に空が。どうしてみんな止まって。何これ、何よこれ。皆さん落ち着いて。な、何あのキモいの。わかんないけど映える。しゃべらないと。こいつはハードだぜ。お母さん、マイナー、こっちに。するね。クレイユからの仕込みの甲斐があったよ。おっと、すっごいね。でもこれって。ユメ、いいから行きましょう。どうして僕たちだけ。まあいい、二人ともこっちだ。君、今そこから飛び降りて。いや、どうでもいいか。動けるなら君もここから。確か裏解決屋の関係者だっけ。そっちのレーサーは久しぶりかな。見られてもいいけど扱いが面倒だな。とりあえずやろっか。ほえふざけるな。彼女たちには指一本も。こいつ本気で。だが動体視力だったら。さすが Z1 レーサー、なかなかの反射神経じゃないか。でも G エンド、
せめて君から寄ってあげるよ。おじさん、マクシムさん。まあ今はやめておけ。恐怖を愛おしむための祝宴。資格がある者には一人でも多く胸を震わし味わい尽くしてもらわんとな。相変わらずの悪趣味ですね。まあカルナバルの50歳適当に楽しませてもらおうかね。おかえりボス。みんな待ってたよ。一応装備は確認しておくか。何があるかわからないしね。見切れるか。
ちらの番だ。こいつは効くぜ。おー切り裂け。燃えるね。パスをおまけだ。チャンスだ。こいつは効くぜ。決めろよ。終わりだ。燃えるね。パスをおまけだ。住民の避難を終わらせたと思った矢先に不良タナコがよく戻ってきやがったな。お兄さん、よく戻ってきてくれたね。遅いじゃないの。と選びな。やんちゃすんじゃないよ。何をつく。気ぃつけろよ。タグ、妖精が一緒とはいえ合流したら頭グリグリの刑だ。生き返るぜ。では探すとしようか。おら、ひっくれた。おら、そこだ。かかってきな。こいつは効くぜ。終わりだ。できた。バッチリじゃない、バン。ブレてやがるんだ。そうだ。どうしたんだ。仕掛けようか。ガード展開。こいつは効くぜ。おー切り裂け。頼んだ、白金の。おまけだ。チャンスだ。おまけだよ。上出来だ。バ
バッチリじゃない。先手必勝、仕掛けようか。こいつは効くぜ。決めろよ、スター。終わりだ。頼んだ、決まれろ。発動。もらった。悪魔どもを呼んだか。なるほど、これを守ろうとしてるみたいだね。さあ展開。うん、いい感じだね。頼んだ、白いの例の方。チャンスだ。決めろよ、スター。終わりだ。いい感じだね。頼んだ、白色。見切れるかな。ぜチャンスだ。はっ、ここだ。障壁が消えて道が開けたか。うん、この先にも同じ障壁があるみたいだ。そうみたいだな。ともかく先に進むぞ。かかってきな。出てきたね。よし、これで進めるな。
始めるか。これでも食え。こいつは効くぜ。終わりだ。頼んだ白金の。もらった。決めだよ。ここだ。はい。が悪かったな。バッチリじゃない、バン。行き。突破力はそっちが上、かく乱は私に任せて、あの魔球さえ抑えればもう少しマシになるはず。まずったかも。あと3人、いや2人いれば。バンさん、イカルガの副長まで。うら、こちらのセリフ、行くよ。相手になるぜ。上等だ。こいつは効くぜ。おー、切り裂け。好機です。
やっぱり睨んだ通りだったかな。バンさん、よかった、また会えて。あんなことがいきなり起こって、私やれやれ。